第48回 NHK 紅白歌合戦は1997年12月31日に NHK ホールで行われた通算48回目の NHK 紅白歌合戦。20時から21時25分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。両組司会は和田明子、中井雅宏が担当。 和田は第39回以来9年ぶりの赤組司会起用。当時25歳の中井は白組司会の最年少記録を打ち立てた。総合司会は3年連続で宮本隆が務めたが、今回は自身初の単独での担当となった。和田は山川静夫以来二人目、女性では史上初の昭和、平成の紅白双方での司会経験者となった。 今回の司会発表は11月18日に行われた。98長野の曲目、歌手、ありがとう1997章の曲目、歌手今回の出場歌手の選考に際しては、同年 NHK 放送文化研究所が実施した世論調査の結果が反映され、前回出場した小沢健治、ウルフルズは紅白出場への支持の低さにより落選し、 逆に指示の高かった、広末良子、西条秀樹、反町隆史の出場が決定した。この年、白い雲のようにが大ヒットした、サルガン石も指示の低さにより落選した。前回まで3年連続で出場した、島倉千代子も落選。前年、近藤正彦の出場に際して、ゲスト出演し、ガラスの少年、愛されるより愛したいが大ヒットした。この年、 CD デビューのキンキキッズは大晦日に東京宝塚劇場で公演を行うことを理由に出場辞退した V6 も同様ザックザックの記事では t o k o の出場を優先させるためにキンキキッズと V6 を辞退させたらしいという趣旨の業界関係者とされる人物の発言が掲載されている 前回初出場したグローブはメンバーの小室哲也が年末海外にいるという理由で出場を辞退したが小室は結果的に河原智美の歌唱においてギター演奏でゲスト出演した。愛川七瀬も出場辞退。松田聖子は映画出演のため出場辞退。前回初出場したジュディーマリーは ボーカルの雪が喉のポリープの摘出手術を受けるため辞退した。松藤谷由ミ、井上陽水など、例年出場が取り沙汰されていたアーティストには、NHK が最初からオファーしなかった。前年下期の連続テレビ小説、二人っ子で河合道子が噴した歌手、オーロラ、テルコが実際に挿入歌を発売したところ大ヒットになり、紅白に出場。 二人っ子の共演者が応援に駆けつけ、曲紹介もその中の一人である、旦那康則によって行われた。前回の赤組司会で、この年、CD デビューを果たした松高子が初出場。前回落選した香西香里と西条秀樹が第46回以来2年ぶり、出場を果たす。シャズナはこの年デビューし、メルティラブ、スミレーセプテンバーラブ、 セラビがヒットした大が人気を得たものの紅白出場は果たせなかったがメンバーのアイゼムのヘアスタイルのカツラをシャラン級の大勢が鳥羽一郎のバックコーラスの際に被ったポケモン紅白落選ザックザック1997年12月18日サッカー選手は紅白が嫌いザックザック1997年12月25日 厳密には、ニザエモン名義は、翌月の襲名披露からで、放送時点では、片岡高雄だったが、番組には、ニザエモンとして出演した。セロリ、ダイナマイトのメドレー、お嫁サンバ、マイレディー、よろしく哀愁のメドレー、夜空の星、ブラック、サンドビーチ、青い星くずのメドレー、読売新聞1997年12月4日付、東京夕刊、13ページ。 abcdefghij 紅白あの人がいないザックザック1997年11月28日ありがとうございます